ちょっと待ってってください。マイク調整してます。あれ、こっちもつかない。寒さで飛んだかな。あ、天地流っちゃった。寒さで飛んだかな。じゃあ黒いのにするか仕方がない、うん、あれなんでだろう。ちょっと今日の夜もう一回充電だね、うん、いろいろやっぱり配信はトラブルがつきものというか難しいですね。待ってますって、ね、全部ね、暖かいことが言いたい。なかなか寒さで飛んだかな。こっちは大丈夫だろうな。予備のこの前マイク来たんですが、出てるかしら。はい、ちょっと聞こえますかね。はい、聞こえますか、聞こえますか、どうですか、聞こえてますか、聞こえてますか、誰か聞こえ、はい、すいません、なんかね、電波がね、あんまり良くないみたい。で、今日はですね、東京から盛岡まで、スバルのアウトバックに乗ってやってきちゃいました。軽中部もなかなかの遠出です。片道で500キロありますからね。で、着いたので、ちょっとね、街並みをうろうろしてみようかなと思いまして、今これ、岩手の盛岡の、まあ、県庁じゃないな、岩手銀行の周りか。はい、そのあたりのね、アーケード街をね、今うろうろしてます。今、勝さんがね、一生懸命ね、いつものように、撮ってくれてるんですが、ハトちゃんこんにちは。はい、先ほどですね、音聞こえなかったかもしれないですが、見ててくださった方は蔵のね、前で私喋ってたと思いますけど、あそこでね、ご飯を、いただきまして、ハヤシライスをね食べたんですけど、昭和28年にねできた蔵なんですね。かつあれ映る、ちょっと岩手銀行、あのね、レンガ造りのね有名な、はい、ちょっとバスに邪魔されたみたいですけど、あの岩手銀行ね、はい。いやー、ほんと、なかなかね、だいぶ寒くなってきましたけど、ちょっとね、お腹もいっぱいになったことなので、元気にね、街歩きしてみたいと思います。たまにはね、こういうのもいいかなと思いましてね、やってるんですけど、なかなかね、電波が悪かったり、マイクの充電がなんかおかしかったり、なかなかね、うまくいきませんでしたが、今ようやく、え、どうしたの？ここ止める。あ、アーケードに用事があるんだね。忙しい、忙しい。渡りますね。はい、渡りますね。はい。でも、なんか、ここはね、実はじゃないですけど、ニューヨークタイムスで合ってる？ニューヨークタイムスの、2023年に行くべき52箇所っていうのをね、ニューヨークタイムスが、ニューヨークタイムスがっていうか、そういう指揮者たちのアンケートを取ったんでしょうね。ニューヨークタイムスが、まあ、選出したんですよ。で、2023年に行くべき52箇所の、なんと第2位ですよ。世界中でだよ。第2位が盛岡だったの。で、ちなみに第1位は、ロンドンです。イギリスの。第2位が日本の盛岡。ということでね、皆さんかなりニュースになってね、知ってるよっていう方もね、いらっしゃるかなと思うんですが、ちょっとびっくりですよね。で、それなので実は盛岡に来てみたんです。どんなとこなのかな、みたいな。でね、日本ももう一つ、ランクインしてまして、福岡。これがね、19位だったかな？はい、ランクインしてるみたいなんですけど、まあ、第2位って言われちゃうとね、しかもロンドンの次っていうと、なかなかすごいですよね。はい。でな、選ばれた理由は、まあ、ちょっとね、ああいうさっきの蔵造りみたいな昔ながらのものと、そういう今のモダンなところ、レトロモダンみたいな、でちょっとこう昔ながらの銀行もそうですけど、でそういうところをね、こう街歩きで巡れるっていうところがいいんじゃないかっていうことにね、選出されたらしいんですけど、なんかジャズ喫茶とかカフェがね、結構多い街なんですよね。で、こういうお店とかもね、一つ一つすごいおしゃれなんですよ。羅針盤。何屋さんだろうね。ちょっとね、おしゃれですよね。あ、後ろにさ、ヤモリがいるよ。羅針盤のお店を守っているんだね、これはね。へぇー。
わんこそば屋さん、あ、これね、あ、これ有名なとこ、うん、あのなんだっけ、あずま屋さん、うん、あ、これそうなのか、ここなんだ、へえ、わんこそばって皆さん食べたことあります？あー、これちょっとお醤油屋さんも閉まっちゃってんだね。あら、それちょっと残念だけど、わんこそばね、私すごい20代の頃に食べたことあるんだけど、まあ蓋が閉められなくてね、おばさん入れるのうまいんですよ。お、これは福田町、屋根服職人とか、そういうことで、いろんな呼び方が変わってるんだね。いろいろ呼び名が変わっているんだけれども、宮沢賢治の、ね、作品にも出てくる街ということで、あ、今ちょうど休憩時間でしたね。あの本当にね、わんこそばね、蓋閉められなくてね、結局閉められなくて65杯も食べて死にそうになった覚えがありますけどね、まあ、20代の頃の話ね。もうそんな食べられないかな、食べれたりしてね、大食いだから。そして、あ、なんか不動明王様がいるよ。どうもこんにちは。ね、なんかあの本当かどうかわかんないですけど、私の生まれだしはね、あ、これ吹出町っていうのがね、はい、あのだから福だったのか、吹出町で福になってたんだね。吹出町も母さん危ないからね、はい。なんかね、吹出町文庫ってあそこ本屋さんみたいですね。ただなかなかいきなりね、あの YouTube のねライブやりながら入っていくとびっくりされちゃうんであれですけど、あ、違う、不動明王の話だったわ。なんか私のね、生まれ年を不動明王が守り神っていうなんかこと言われたことがあって、本当かどうか知らないけどね、まあ、ちょっと不動明王様って言うと、あ、どうもいつもありがとうございますなんて気持ちになるんですけど、すごい大きい提灯だな。あ、ここはなんかテーラー、うわー渋いね、金沢洋服店、金沢さん多い気がするね。あ、ここも、あら、今日休みだけど、うさぎボタニカカフェだね。ボタニカル町カフェだね。へえ。いや、なんか、おしゃれね、このガス灯みたいなさ、なんかあの、街灯非常に。で、急にね、この今の街並みが出てくるっていうね、本当に今と昔が混在していて、でもあの昔ながらのものも上手に残してあってね、こううまく取り入れてるところが行くべき52箇所だったのかなと。あとあの城址公園のこの石割桜なんかも有名らしいので、そのあたりも行ってみようかななんていうふうに思ってるんですけどね。ここは大きいお家だね、随分ね。今夜町って大体なんか染め物屋さんがねあったとこに付けられそうな名前ですけど、元はね吹出町だったっていうし、まあいろいろ時代の変遷があるんでしょうね。これまたなんか大きい建物だけど、これはなんか今時だからなんか、あ、東北電力だ多分はい、あ、東北電力のね、これすごいいっぱいなんかあの電柱とか直す車があった。やっぱ空気はすごい冷たいね。まあね、町、いや町、いや寒いのよ。町歩きするからと思って、邪魔だと思ってさ、ダウンのコートをさ車に置いてきたんだよね私。お仕事ですよ一応は。あのただ遊びで来たわけじゃないんですよ。あの一応あのお仕事で、あの他にもね、あのカメラマンさん一緒で、そっちはあの K-Tube の方でね、後で動画でアップしようと思います。今ちょっとライブなんでね、勝さんに撮ってもらってますけど、いやこの辺ね雪がね、いや来るときにね、びっくりしたのがさ、東京から盛岡に来るまでもうね、高速道路なんか全然雪がなくてね、あの、本当にすいません、ありがとうございます。すいません。雪がなくてちょっとびっくりしちゃった。もっとね、雪すごいあるかと思って来たんだけど、ここのところずっとお天気が良かったんでしょうね。あの、雪はあんまりなかったね。おお、滑るよこれ。氷の上は危険。いや、あの今年ね、なんかあの雪降るところすごい局所的な気がする。なんかね、この前もいろんなとこ雪の撮影、今年の冬結構行ってるんですけど、意外とねないんだよね雪が。
なんかせん、おせんべい屋さんあるの？これは。おせんべい屋さんだ。ちょっとおせんべい買いたいな。なんか時計台みたいのあるけど、時計台じゃないの、あれは。あれもレトロだね。その横もなんかあのね、荒物屋さんみたいな、すごい昔ながらの感じ。ああ、なんか一枚一枚売ってる。ちょっとおせんべい買うか。怒られるかな、入ってったら。これで。聞いてみる。ちょっと、そうですよね。ちょっといいかな。じゃマスクしないと。マスクどおりだっけ。当たった。よいしょ。ちょっとね、行ってみようかな。こんにちは。すいません。ちょっと写真とか撮っててもいいですか。写真とか撮ってもいいですか。ありがとうございます。あ、美味しそう。あ、これさ、ひさえちゃんがさ、ピーナッツのとかいろいろ言ってたから、これちょうどいいじゃん。お土産買って帰ろう。あ、これでね。これだってね。わ、なんかすっごいいっぱいあるから、迷うな、これ。期間限定チーズ。あ、こうなって、これを靴4枚。待って、バラのと、パックのがあると。わー、これは悩むね。これは、どうしよう。クッキータイプ。丸粒ピーナッツ、かぼちゃ。いやー、これは何？看板娘のセレクトだって。看板娘？うん。何が入ってるか、開けてのお楽しみって書いて。それも面白いね。これはクッキータイプっていうのとさ、普通のタイプが、あるんだね。どうやら。じゃあ、削りピーナッツと、あとはこの丸粒ピーナッツと、ピーナッツ買ってきてくれてたからね。あとこのこのこれと、ひまわりちゃんと。こんぐらいで、こんぐらいで勘弁してもらおうか。あ、チーズもか。じゃあ、このぐらい買っていこうか。あとは、どうしようかな。やっぱ基本って言ったら、これ？これとかじゃ、1枚買って。はい、すいません。これください。ありがとうございます。わあ、すごい。わあ、これ、私が子供の時は、これだったよ、電話。ねえ、これだから110番ってね、110番回して、セロが戻るまでに心を落ち着けるとか言って、今 PPP だからね、何が心が落ち着くのか分かんないけど、麺粉とか、このテレビ、冷蔵庫、すごい、このカメラ、ねえ、これもほら、すごい昔のだよね。へえ、すごいレトロな。これ何？ご近所様の手作り品です。ご自由にどうぞお持ちくださいって書いてある。へえ、お人形。へえ、くるみとね。面白い。あ、お願いします。すいません、置いてきちゃった。あ、紙袋でじゃあ、はい。あと、ペイペイでもいいですか？あ、使えないのこれ。あ、これじゃあ、ミオなんとかペイだった。なんか、電子マネーとか使えますか？あ、じゃあ、交通系で。はい。このお店は何年ぐらいからあるんですか？昭和11年。昭和11年。あ、はい。一番人気のおせんべい何なんですか？ごまになります。ごま？ごま買ってないからちょっとごま買います、じゃあ。え、白ごまと黒ごまどっちが人気？黒ごまが人気。あ、なるほど。
あ、これここから取っていいんですか。じゃあちょっとごま醤油、じゃあごま、じゃあごまちょっと2枚。いっぱい種類があるから迷っちゃった。じゃあこれも入れてください。はい、すごい看板娘ポストカード。はい、大丈夫かな。はい、はい、はい、よいしょ、ね、よいしょ。ただ買い物してるそうだね。南部せんべい、南部せんべいっていつぐらいからあるおせんべいなんですか。南部とかの戦中ですよ、ね、戦中、うん、あ、戦国時代的な。そうか、南部市の南部か。あ、ありがとうございます。はい、すいません、はい、ありがとうございます。いやね、あ、じゃあこっちから出る、こっちから出てもいいのかな。ありがとうございます。いやいや、あ、こっち、おせんべい買いました。なんかね、看板娘のポストカードをもらいました。南部せんべいのね、老舗白沢せんべい店さん。心よくね、あの、撮影して OK ですよって。こっち？これ渡る。え、どっち渡るの？こっち？すごいな。もう外出てきたから撮ろうかな。いや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 。おせんべいを買いました。あれもお店なんだね。はーい。なんかほら、第五分団事務所って書いてあるからさ、なんかあの消防のかと思ったらさ、中になんかさ、可愛らしいもの売ってるよ。なんか雑貨屋さん。なんかほら、可愛いっぽいの売ってるよね。ね。本屋町番屋って書いてあるけど、なんか、昔の建物で中をさ、改装して可愛い雑貨屋さんとかやってるところが多いんだね。まあちょっと私はおせんべいをね、買えたので、あの、この KTube にも前登場していただいた母ちゃんがですね、岩手に行くって言ったら、母は南部せんべいが好きですって。そうかいみたいな。特にピーナッツが好きですみたいなの来たから、分かったよって言って買いましたけどね。でもなんかリンゴのが好きって言って、リンゴはなかったけどな。まあいいか。わ、これは母さん何側ですか？あれ人任せだぞ。私もか。私も人任せだけど。北上川ではない。じゃない、じゃないね。じゃないね。あ、でもあそこに書いてあるよ。鮭の登る川って書いてあるよ。鮭の登る川って。鮭の登る川。鮭が登る。ちょっと
母さん、北上川で合ってるじゃん。ごめんなさい。いやね。あ、でも北上川の支流の中津川だわ。中津川と北上川と雫石川が合流して、北上川になって太平洋に行くんだ。そう。だから、間違ってないよ。うん。勝さんが合ってちゃったらっていう。ビクトリアロードだって今度は。まあ、そこ何ニトビ稲造さんがカナダのビクトリア市で亡くなったので、でこれが姉妹都市だからビクトリアロード。なんかいろいろ、あ、ここにもなんかいろいろさ、包丁楼ゆかりの定石、なんかこう長く住んでた人とかそういう人たちをなんかね、いろいろ盛岡のあの、ああ、え、何城？聞くなって詳しいこと聞くなって言われる。南部城、お城、南部せんべいだからね。でもさっき言ってたよ、その南部市の、その南部せんべい、南部市のその戦争の頃に南部せんべいできたんじゃないかって。そう。で、ほら、せんべい汁とかも有名じゃない。なんか、お味噌汁の中にせんべい入ってるみたいな。お味噌汁じゃないか。ね。おせんべい入ってるせんべい汁。あるじゃん。これを、右。はい。右ですね。あ、今、青だから渡りますか？はい。メインですか。メインね。そう、勝さんも方向音痴なんで、でも私も方向音痴だからさ、責められない。二人していつもよくなんか目的地についてると思ってさ、ほんと不思議だよね。なんか思えば叶う、なせばなる的なさ。いや、風がだいぶ冷たくなりましたね。やっぱだいぶ夕方になって、かなり夕方なんで。まだあそこに太陽があるんだけど、太陽ちゃんさんが出てくれればね。コート着てこいよって話だよね。あ、でもあそこになんか大きい鐘があるよ。本当なんかお寺にあるような鐘だよ。めちゃめちゃいい加減だよね。めちゃめちゃいい加減。めちゃいい加減だよ。そのいい加減さが勝さんのファンがね、さっき増えてありがたいことなんです。あ、これもなんかあれだよ。これはなんだ。岩手県公会堂。でもこれ前なんかに使ってたんだろうね。すごいかっこいい食べ物が多い。ね、あのほら、ドアも木でさ、すごい素敵じゃん。へえ。あれ、原隆先生像あるよ。原圭さん。原圭先生像。これ、あ、城下盛岡町名。由来、内丸。はあ、ここね、お城だったんだよね、県庁。盛岡城よかった。あそこにさ、鳥居があるよ。神社だよね。へー。あ、あるじゃん、大きいの、ほら。立派なね。うん。どうも、こんにちは。神社見ると挨拶することにしてんの。なんか雪が舞ってきたね。これでもさ、ここの雪雲っていうよりはどっかの雪が飛んできてる感じするね。わ、これは県庁？すごく大きいね。すごい大きくない？まあ都庁も大きいけどさ、県庁大きいよ。立派。あっち側もだもんね。雪降ってきたね。これは降ってきたね。いや、いいや。
こんな雪降ってる中にさ、コートを置いてきた私はさ、で、これかけてて頭から被ったらさ、もう街売りスタイルだよね、これ。お目当て？じゃあ、頑張るよ。鬼の手形。あ、五百羅漢。盛岡城址公園。城跡か。じゃあ、後だから。まあ、なんか、趣があるね、風情はね、この雪が舞ってね。まあちょっと今回はね、道のく3人旅だったんで、1人旅じゃなくてよかったよ。岩手県議会議事堂。大きい建物たくさんあるわ。あちら、あちらが、さっき勝さん、岩手銀行ってさ、本店って入れたのあれじゃない？そう、そう、本店って言ったらあっちついちゃって、そう。あっちついちゃって。これか。あ、これか。うわ、え、ちょっと待って、すごい大きいじゃん、石。え？石割れ桜の石ってこんな大きいの？うわ、ほら。え？え、ここってさ、近くまで入っても大丈夫？裁判所なんだ。裁判所なんだ。もう裁判所だったら、まあ大丈夫か。すごーい。すごいね。天然記念物。盛岡石割り桜。大正12年3月7日指定だよ。大正12年ってさ、もう100年以上前だからね。もしやかさん、肝心なとこで逆を向いたとかそうじゃないね。向いたのね。すごいね。いや、これは、これはすごいすごい。いや、なんかさっきね、高校の前を通ったら、石割り桜のごとく、みんな羽ばたけみたいな、頑張れみたいなこと書いてあって、こういうことだね、石をさ、割ってまで出てくる。あ、ちょっと私も、石割り桜さんを見習って、頑張ろうかな。ね。こう、雪の中のこう、石割り桜っていうのもさ、なかなかさ、こう、本当に頑張ってる感が、すごいあるじゃない。はぁ、素晴らしいね。まあ、ところでここは一応、うん、この辺りの名所ブラブラ歩きの名誉終局ですね。終局ですか。わかりました、というわけでいきなりね始まった YouTube ライブ、街中ブラブラ歩き、スペシャル、何がスペシャルだですけれども、この模様はちゃんと車の紹介とともにですね、KTube の方に後日アップしますので、まあ、何になるかな、スバルアウトバック岩手の旅とかなんかわかんないけど、なんかそういうの出てくると思いますので、チェックしてみてください。というわけで、こんな平日の昼間ですか、ご覧いただいた方、ありがとうございました。というわけで、また一緒にお出かけしましょうね。またねー。